はい、マッチングしました、うつごろうです。よろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと喉が。喉が、ガラガラでございます。ちょっと寝起きなもんで。さあ、今日、むつごろうなんですけど、せっかくね、黒い洗濯機使ってるので、俺は、炭酸ボンボいっぱい使っていきたいのよ。なので、めちゃくちゃ、サブ効率をね、つけてきたんですけど、まあ、相手はまだ来ないか。ナイス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 。超える。やばい。やりたい。やりきりたい。めっちゃ逃げる。めっちゃ逃げるやん。襲われたなんか小鹿みたいに逃げるじゃん、今。そんな俺悪いことしな、え、なんかおかしい。あれなんかジャイロおかしい。変な感じ、ここいるね。味方が当ててたところに。よし、これ上濡れちゃうから塗っちゃおう。炭酸ボブってめちゃくちゃ濡れるよね。ただ相手塗り強いんだよな。お風呂二人がちょっとめんどくさくて。極力下から倒したいんですけど、もう倒せないとこいるからさ。しょうもねえよ。あ、これ倒せる。フリッターも長いし、しょうもねえ。じゃあだ。こんなにね。やばい、これ見られてるかも。いやー、あ、ナイス。このハイプレイナイスだわ。ナイス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 。危ない。そこいる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 。ちょっと。なんかジャイロマジで変な感じする。壊れたか。俺は乱暴に使っていないぞ。ん、味方やられた。おお。いったくんじゃねこれ。あ、なんか仕掛けてる。罠男め。どちらかというとツインテールだったな。やだ。あら、あ、なんか逃げてる。ラッキー。ラッキー。怖っ。まあ俺イカ忍者なので、あれイカ忍者つけてないか。もうイカ忍者じゃないや今日。いつもつけてる。危なかったんじゃ。よし、キルは取れるんだけどね、濡れないんだよね。ここいる。あー、もう小鹿ね、小鹿、小鹿のように逃げる。こっちか。とりあえず抑えようとは思えるんだけどさ。お腹きてる。やべ、当たんね。ねえ、なんか。は？やべ、間違えて飛んじゃった。わあ、雨でやられた。チクチクやられた。ねえ、今、俺上のやつさ、あ、やれちゃった味方。ごめん。マジか、しゃあないか、でも。変な感じするけどね。納得いかんわ。このプロコン。プロコン壊れたって言ってもさ、みんなわかんないよ。どうしよう。え、どうしよう、マジで。伝わんないよね。言い訳がましい。でも壊れたの。ほんとなんか、上向いた時にふわふわしてね、変な感じしています。あーどまい。え、なんかおかしい。え？勝手に、え？手に曲がる。え、何これ。え、はい、気を取り直してアジフライスタジアム、試し打ちで伝わったかな。まあ無理だと思うんだ。まあ聞き流してくれてもいいよ。あの上に抜けるときにね、なんかね、壊れ、今ねちょっといい感じなんですけど、ちょっと上向けるとさ、ヒュってなんか動くんよね。納得いかんわ、マジで。あ、待って、おかしい、おかしい。ねえ。え、これ当たった、やった、当たった。あ、待って、もう、今のだって。ねえ、炭酸ボブ振ったら壊れた。これ原因は炭酸ボブかもしれん。そんなことある？初めてなんだけど、ここまで壊れるの。なんか、あ、壊れたって感じになるの初めて。あの、スティックが壊れることあるけど、ジャイロは初めてなんだよね。初めてだよ。絶対炭酸ボム。炭酸ボムが悪いことにしよう。あ、ここ行きやし。あ、やっきー、なんか撃ってきたよ、人には。当てたいけど。あー、もうおかしい、もう。
やだこれなんかめっちゃもどかしいイライラするやつ、うん、絶対動画撮ってなかったらイライラしてる絶対今もしてるのかなわこれ伸び抜くのが大変よな。え待ってビビった、はい、えなんで今下撃ったの俺ねえ下にも向いちゃうんだけどやばいやばいこれなんかめっちゃ何やってんの何これ降りてきたよよろしくありがとうありがとうありがとう。あーこれはあーなんかそうちょやりきりたいのに怖くていけない壊れんのが怖くていけん。あ死なないんだ今のやられちゃった頑張れ頑張れ。あいいねナイスビーコンこれに飛びますやべでもマジで変えなきゃいけないってことだね寿命が来たか。俺このプロコンだけ多分一番持った2年ぐらい持ったと思うんだ。なんか1代目もそこそこ持ったんですけど2代、これ4代目なんですよ。4代目波風湊と一緒なんですよこれ。なんかめっちゃ睨まれてるんですけど当てづらいからさやめてよこれ当てづらいからギャーポキボムされた終わった頑張れ。そう4代目はね結構長かったよ。1代目も長かった初代。ただ2代目3代目がねもう1ヶ月と2ヶ月ぐらいで壊れちゃってすぐ変えたんですけど。ちょっと5代目出すかよいしょ。もうダメだ塗り切れんこれ。あもうダメ塗り切れんこれ。だって向いてるとこと違うんだもん。ああもうダメだ。悔しいけどこれあんま伝わんないんだろうな。うわなんかあいつ言い訳言ってるよみたいな思われてんのもんだろうな。恥ずかしいななんか。やだななんかいろいろ。ちょっと5代目。5代目出しましょう。やばいってやばい。これはもうちょっと壊れたな。ジャイロが壊れたの俺初めてだな。新しいやつ使うか。はい、今チェックしました。アジフライスタジアムナブリバトルです。よろしくお願いします。なぜこんなテンションが高いのかと言いますと5代目の5代目プロコンを出してきました。私は新しいプロコンを硬いボタンが硬いからちょっとミスるかも。これなんか新しいプロコンでフィットしないですよね。でも使っていくとそのうちさその人の形に慣れていくっていう、なんとも素晴らしい、なんとも素晴らしいんだ物って。いや物は大切に使いたいよ。ここいるじゃん。え待って相手くるくるいっぱいいるんだけど。スライド系統めちゃくちゃいる。戦いづらいよこれ。いっちゃうあーマジか。スライドしなかった逆に。逆にスライドしないパターンか。いやーこれは最初の初動としてはあんまり美味しくはないぞ。ナイスナイス。ここいる？あナイス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 。やりきった。ここいるんだよね。もう危ない。ほら。ここいるの知ってるぞ。あナイスキルナイスキル。これいっちゃおうか。ナイス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 。待って、俺プロコン変えたのになんかそんなプロコン、うまいこと活用できていない。俺登ってくるよ。ラッキー、ラッキー、ラッキー。結構洗濯機の弾って当たりやすいんですよね。弾がでかい。うわべ。まあ引くか。いや、ここ怠慢で勝っていきたい。そう、そう来る。危な。危な、危な。なんか後ろ来てるぞ。あーダメそれダメ。なんか事故ったねえ味方当たりに行っちゃったごめんなさい。釣り屋避けたつもりが次に当たりに行くというなんとも恥ずかしい。あーでも違和感なくなったわ。上向いた時のエイムがそんな、いやさっきまですごかったんよ。わかんないだろうけどね。ありがとう。ここ多分飛んできてる。わかんないよな。あーごめんなさい。落
してくるタイミングがわからない。しかし味方が、よし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 、なんかめっちゃ死んでるけど、でも今までで一番戦いやすい。これ相手がさ、チャージャーとかいないからさ、死にやすいだけで。ん？降りてるこれ。いらね？あ、なに？今降りてきたの？でも味方見てくれてるね。ナイスナイス2キル。ここいるぞ。スライドマンがいる。ラッキー。一発で倒せた。あ、これ守らなきゃ。味方守る。ナイスナイス。なんでそれ？なんで倒した？ねえ、俺せっかくプロコン変えたのに。あんまり、ねえ、あんまりなんか、大したことしてないけど。あ、それな、まあ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 。今までで一番戦いやすかった。本当に。本当に良かった。俺の5代目のプロコンさ、モンスターハンターコラボしててすげえかっこいいんですよ。ちょっと写真撮って、見せましょう、今度。はい、ありがとうございました。Nice.